白紙革命は中国でままだ続いていてす。北京の警察官も名乗りを上げ公務員に民衆の側に立つよう呼びかけました北京の警察官張志功さんが最近全ての公務員への手紙を発表し軍警察国家公務員及び安定維持職員に対し人民と共に立ち上がり自由のために戦うよう呼びかけました張さんはツイッターに 中国の白紙を掲げている同胞は、自分のためだけでなく、安定維持をしている人たちのためにもそうしているのです。皆さんの心の中にも A4 サイズの白紙があると思うので、立ち上がって白紙を見せてください、と投稿しました。厚生省上場市支援中学の高校1年生、古金宇さんがキャンパスで姿を消してから50日以上経過しています。そのため、臓器移植のための犠牲になっているのではないかと疑われています。 地元の事情を知る人物によると、ある珍しい血液型の交換が重病にかかりましたが、コ金ンさんもその交換と同じ血液型だと言います。 近年中国では10代の青少年の失踪事件が大量に発生しています不思議なのは中国には至るところに監視カメラが設置されているにもかかわらずこの類の事件は解決されないままです12月8日ある事情を知る人物によると 南京電し学生の抗議活動が外国勢力による扇動のレッテルを張られましたこの人物は学生の抗議運動はさらにひどいレッテルが貼られる可能性があり26日以降白紙を掲げていた学生は消息を絶っている多くの学生が脅迫を受けて口を閉ざしている国家安全部がリストに載っている一部の学生を監視しているという噂もあると明かしています。 NTD ジャパンがお伝えしました。